白杖ラボ岸田劇曲賞を読む。これはね、やらい能楽堂という実際に能楽堂で演じられたんですよ、初演が。すごいね。そう。だからそれだけもう外堀を固めてるわけ。これはそういうものなんだと。でも実際語られてたのは、みんなは戯曲読んでないから知らないけど、ね、本当にそこで語られてたのは、やっぱり老婆の性の問題だったんだね。つまり、死ぬまで。まあ、はきちんとあるから、うん。まあ、そうですね。そうそう。なんか全然パッと最初に何も知らない。何もわからないわけではないがね。ただそれが、だからその膨大な時間というものが、ただそのラーメンを作って食べるまでの時間に凝縮されていると。ラーメンを作り始め、夢から覚め、ラーメンもでも本当に作ったかどうかっていうのはちょっと、まあわかんないね。それは演出によりますわね。ただそのラーメンを作って食べるまでの間に、その老婆が、まあ若い頃から死ぬまでを妄想し、その3分間、おそらく3分ないし5分という一瞬の時間の中に、この生と死を全部込めたというような構えの作品なんですね。面白いですよね。面白い。そう。面白いけど、絶対なんか見に行ったら寝ちゃいそうな気がする。そこがまあだから演出力ですね。それを寝させるか寝させないかという、非常にこれは演出家として、力量が問われる戯曲で、下手に手をつけてはいけない。これをついうっかり上演しようとしてしまってはいけない類の。太田翔吾さんが、はい、まあもちろん初演は、はい、演出もしてて、そうです。作演出太田翔吾です。その後なんかそういう、みんなチャレンジして。そうですね。だからそういう国際フェスティバルみたいなものもあったし、結構若い劇団とかが挑戦したりしたこともある。ようです。あと近年ではね、結構平田織座さんがやはり静かな演劇の、現代の静かな演劇の旗手として、まあ演出したというのもあったそうです。僕はちょっと見てないんですけど、それは。これも静かすぎるよね。だって喋ってないもんね。そこがね、特徴ですね。静かな演劇どころか、沈黙劇。沈黙で。これがね、オリジナリティありまくりって。なるほど。で、まあお話としてはそういうお話でした。面白い。まあ、じゃあ簡単に。感想を喋ります。まずね、僕はまあ、太田翔吾さんすごい好きだし、この、芝居も好きです。戯曲好きです。この後に出てきた、その、完全沈黙劇の水の駅とかよりは、小町風伝が好きですね。面白い。水の駅はもう全部喋んない。完全沈黙劇。もちろんセリフはあるよ。あげらげの舞台上で発話されは一度もないという形です。よりは、まあそっちは名作として誉れ高い。まあ小町風伝も誉れ高いんですが、まあやっぱり完全沈黙劇という看板からやっぱ水の駅はすごく有名な作品なんですけど、まあでも小町風伝が僕は好きだなと思いますね。まずその無言劇というものを発想したってことね。これがやっぱぶっ飛んでるといえばぶっ飛んでるよね。考え方として。唐十郎がさ、まあ何度も引き合いに出して申し訳ないんだけど、まあでも唐さんはやっぱりね、パイオニアなので、引き合いに出されてしまうのは、もう先行者の、しょうがない宿命だと思っていただきたいんだけど、唐十郎さんからわずか8年ですよ。つまり、饒舌に語った唐戯曲から、わずか8年で沈黙というところまで行ってしまう。この時代のやっぱり演劇の進んでいく速度の速さ、急速に進化していく、進化で深くなっていく、の度合いを高めていった時の、本当に文化のね、ある中心にあったんだなって気がする。やっぱり、ファミコンでも何でもそうだけど、進化するとき一気に進化するじゃん。数年前のものがさ、もうゴミみたいに見えるぐらい一瞬で深くなっていくでしょ。それと表現ってさ、そういうものじゃない。だから本当にわずか8年で、この沈黙まで至ってしまったということが、発想がね、芝居の。すごいなというか、この時代やっぱダイナミズムだなと、演劇状況の。だし、まあそれをバックボーンに受けてる、やっぱ戯曲だなというふうに思います。でね、まあ何度も今日喋ったけど、まあ無言って言うけど、まあ戯曲にセリフあるんだから、まあ、戯曲だけ読んだら普通の芝居と同じじゃないって思うかもしれないけど、これはね、やっぱ僕は違うと思います。たった一言で、このセリフは誰も喋らないんだけどねって、ただ書いただけで、完全にマジックはまるんですね。つまり、そう思って読むじゃん、やっぱり。喋られないんだなって思って読むという、一つのギミックを読者にもうかけてロックした時点で、勝ちですね。やっぱりそういうもんだと思って読むもん。普通の戯曲としては読めないでしょ、もうね。で、逆に、そういうすごい詩的な、ポエティックな内容が書けるんだよね。結局ね、これ本当に戯曲で全部セリフにしたらそれこそちょっと成立しないかもしれないぐらい、セリフの詩としての要素が強すぎて、対話劇と言えるかどうかっていうと結構危ういんですよ。ただその沈黙劇という看板をつけてるがゆえに、それも可能。つまりどんなにポエティックにしようと構わない。太田翔吾節全開にしても、だって無言なんだもんっていうことで、劇としては成立できちゃうという、まあ、逆手のマジックみたいなものが多分かかってる。ということで、その発想でもう勝ちですね。無言だという、ルールを設定したというところが、もうこの戯曲の、もういいところ。もう素晴らしいところですね。よくぞそれをやったというね。ことですね。まあ、想像力というものでやっぱり書いていくという作家にとってはですね、命題のようなものを、まあ、クリアはしてないんだけど、問題を問題のまま提出した戯曲と言えるよね。やっぱりセリフと、この大翔子さんなんですね。なんでこういう風に言葉を喋らなくさせたかっていうことは、初めに書いてあるんだけど、初めにの文章の中に。結局、思ってることと言うことって違うじゃんって書いてあるわけ。普通の人間でも。だから、心理劇って言ったって、思ったことをそのままセリフにしてたら、それはセリフだから、表に出たことだから、結局心の中のことを言ったことにはならないじゃんって。まあ、トンチのような話なんだけど、言葉にした時点で言葉じゃないものは逃げていくと。だったら言葉にしないと。かっこいい。ことなんだね。まあ、だから逆に言うとね、その心理なんてものは表現できないんだと、逆に言うと。諦めのようなものもある。それをセリフにした時点でセリフじゃん。だったらもうセリフはあるが、それは心の中で起こって喋らない。つまり実際に言ったことと思ったことにはズレがある。常に。でもそれを表現する術を演劇は持ってない。だからセリフにしなきゃいけないんだったら。だったら言わないっていう。ある意味すごく、なんていうか、真っ当な態度というかね。なんか、それ言われた方が困っちゃうわけだが、なんか要するにそれをどうにかしようと思って戦っているのが、唐十郎さんだったり、寺山修司だったりしたので、言わないよって言われちゃったら、なんていうか無力感ですね。結局表現はできないのかというような。ただそれを一つ、まあ、戯曲を読んだ時にはすごいポエムとして炸裂すると。そこにあると。大田翔子の魂は戯曲に置いてきた。舞台上ではそれを元にして別の表現をするんだと。そうすれば、心で思ったこと、すなわち戯曲に書かれたこと、実際に現れたセリフ、つまり舞台上で表現されたことは、同じものから別々のものが生まれて、それでいいんだと。会話とそういうものだというのが、まあ、太田哲学ですね。っていう感じ。かっこいいよね。かっこいい。で、その問題意識にも78年に到達してしまってるというところに、その当時の演劇というものの、ある種のダイナミックさ、運動のね、スピーディーさがあるな。という感じですね。だから演劇がなんていうかね、宿命的に持っているそのセリフの問題というのを解決はしていないが、ただ問題としてゴロンと提示したというその実直さ。ある意味太田さんやべえよっていう、結構天然入ってる人だとこの人。多分自分の表現と引き換えに死んでもいいような覚悟のタイプの人ですね。だからやべえなっていう。工業的な成功とかをあまり考えないタイプなのではないかと推察される向きがあります。で、もう一つは、さっきまあ俺が結構ね、自分解釈でコミカルに話しちゃったんだけど、まあこれは僕の解釈です。そういうふうに解釈しました。この本を読んで。だから、老婆の、とにかくその妄想空間に人々がこう取り込まれていくと、次々と喋らなくなっていくっていうのは、わかりやすいし面白いと思ったね。しかもそこで語られるのが結構、つまりね、その二重構造になってて、性の問題ってやっぱり声高には語られないっていうことがあるじゃないですか。だから、無言なんですよ、劇場では。でも後で戯曲読んでみたら、エロ話じゃねえかみたいな。そのなんか、必要なはずなのに語られない老人の性の問題も含め、みんないい人の顔してるけど、性欲のね、虜じゃんみたいなことに対して、その語らないという手段でエロを描いてみせたというのも、うまいね。シニカルではあるんだけど、うまいと思いました。だからね、結構構造、それも、そういう意味で構造的な戯曲ですね。後で読んだ人がびっくりするような、ようなものになってます。で、一応ね、物語の、根本にある、じゃあ、一応そのネタ元の外箱町について、ざざっと喋ります。能の話であるんですね。外箱町という話が。で、まあ、小町物と言って、まあ、小町の話は7つあるんだけど、まあ、総支払い小町とかね、雨乞い小町とか、まあ、7つあるんですよ。まあ、それはとりあえずいいんだけど、その7つある能の小町のバリエーションのうちの1つが外箱町ということになってますね。で、まあ、どんな話かっていうと、まあ、若い頃ね、すごい絶世の美女だったんだけど、小野小町というのは。まあ、年取って老人になっちゃった。老婆になって醜くなったと。で、それを、まあ、民の僧が見つけて、まあ、なんだこのババア汚えなって言って、さっきね、墓石に自分の体を移してたんだけど、まあ、その元ネタとして、墓場で、まあ、座ってる老婆がいるんですよ。墓石の上にバチ当たりにも。で、それに、旅の僧が、これこれって、そんなことしちゃいけないよってたしなめようとしたら、おばあさんの方が頭が良くて、ついやり込められてしまう。お前そんなこと言うけど、みたいな話でね。やり込められて、こんな額のあるばあさん、ただものじゃないなと、老僧がね、見合いぶって、お前は何者だと言ったら、なんと外場小町、小町だと。小野の小町だと。100年前のババがまだ生きてるみたいな話でね。もちろん物語なんですよ。で、それで、まあ、自分はかつては美しかったけど、老人になっちゃって今は老子を晒してるというような話をするんですね。で、なんで、その、おばあさんの小町が、まあ、怨霊に取り憑かれる。狂っていく。で、何かっていうと、それが深草少将というですね、武将ですね。武将が昔自分に言い寄ってきて、さっきあったでしょ、100日間、あなたのもとに通いますって約束したと。だけど99日目で死んじゃったと。それで、あと1日で、その願いが成就できなかった。小町を自分のものにできなかったという、深草少将の呪いが、怨霊が今も漂っていて、で、小町を苦しめる。ギューギューギュー、クソお前とやりたいぜ。っていう話がもともとの外箱町というストーリー。まあそれを下敷きにしてるっていうことですね、この話はね。小町物の一つのバリエーションとして提出してると。そうすると、問題は初めからはっきりしてて、まあつまり、老子を、かつては美しかったものが、老子を探したまま生き続け、そしてその過去の怨念、つまり、恋人の霊に今も苦しめられているという、アウトラインはもう提出されてるんですよ。だからそういう風に見てねと言われれば、無言劇でも一応見れる作りになってるんですね。さっき出てきたね、少尉というのは深草少将のそのまんま99日間通ったけど、最後1日で出征しちゃったという話になっていて、まあそういう話です。で、まあ三島由紀夫が書いてる近代能楽書の外箱町は、ちょっとそれをアレンジしてね、もうちょっとかっこいい話にしてですね。それで人気が出たんだけどね、この外箱町という話はね、それが受けたんで。なんで、この、太田省吾さんの小町風伝。風伝というのはね、まあ風伝というのは噂という意味でもあるんだけど、なんか太田省吾さんのエッセイとか読むと、なんか血ではなく、風によって小町を継承したというね、ことらしいですよ。ちょっとポエジーですね。ポエジーだね。だから別にこの老婆は本当に小町じゃないんだけど、小野の小町その人ではないんだが、その女性のある小町的側面というものを血ではなく、風によって引き継いだという、なんか、解釈らしいですよ。なるほどね。なんかあれだね、こう、すごい、知的というよりも、うん、そうか、男の人だからさ、うん、女の人のことをこうやってなんか普通に、うん、もう何の装飾もなく一本切り書いてあるってなんかすごいことだね。そのあけすけな性の問題は。そうだね。で、まあ結構あり得る話かなって思うじゃない？すごい思う。ね。だってもうおばあさんになっても性欲あるしみたいな時にさ、まあ今はね、非生産性とか言ってるけど、まあそのどうでもよくて、まああり得る問題じゃないですか。でね、まあ言ってみればその小町物って今言ったようにね、こういうの小町物というふうに大別するんだけど、能の世界とかでね、まあバリエーションとして。つまりまあ単純に言うとかつて美貌を誇ったけど、今は老子をさらす小町という老婆が、まあ盛りを過ぎても生きてる方にしがみつく姿を描いてるというのがまあ小町物のパターンなんですね。でね、それはね、さっきこのアングラっていう話をしたけど、まあ、唐十郎さんとかが活躍してた時代ね、まあ、これはまさに時代でね、その当時のね、アングラの気風というのも多分合致したんですよね。少女仮面もさ、ある意味小町物だと言えるよね。そういう意味で言うとね。つまりその、今は美貌が衰えた老婆がかつての栄光にまだすがっているという話ではあるじゃない？確かに。だからね、その、当時のアングラというのがね、まあ、この先こういう話いっぱいすると思うけど、その進撃というようなものと対比でね、語れる時ね、つまりお芝居って戯曲じゃなくて肉体なんじゃないかっていうのがすごく簡単に言うとアングラの思想なのね。つまりお芝居演じる戯曲というものが偉くて、台本が一番偉くて、俳優はそれを演じるコマじゃんっていう考え方だと、つまりどれも一緒じゃん、役者は記号じゃんっていう話になっちゃう。そうじゃなくて演じる俳優が違えば話も違ってくるっていうのが演劇のあるべき姿なんじゃないの、俺たちの作りたい演劇なんじゃないのっていうのがアングラ的な考え方なの。つまり役者主体だ、役者によって話は変わるんだっていうのが、それが特権的肉体論の、まあ、通俗的解釈なんですが、なんだけど、とは言うんだけどね、それ理想で、理想の話。それ唐十郎さんとか言った話。なんだけど、でもさ、実際には、唐さんの演劇だって、唐さん独特の饒舌な戯曲に依存してるんだよ。結局はね、結局は唐が書くから面白いわけじゃん。他のヘッポコ作家が書いてさ、でも役者はすごいから面白いんだとはなかなかやっぱいかないわけだよね。そう言ってるのは理想だが、役者がさえいれば戯曲は何でもいいんだと言ってしまうのは理想だけど、だけど現実として面白い戯曲を書く唐十郎だから面白いわけだよっていうジレンマが常にその作家にはあるのね。っていうのがあったんで、まあ、そこから太田省吾さん多分一歩進んで、その饒舌なその自分が書く面白い本、セリフっていう事態をもう封印してしまったと。で、役者の肉体の時が全て語らせたと。ある意味唐十郎よりも言ったよね、その肉体を先に出したよね。なるほど。これこそ、まあ、太田さんのこの手法こそ言っているもうアングラの極致じゃないでしょうかというね。だって、その通りじゃんっていう、本当にセリフだってなくしちゃったんだからさ。ただ、儲からないんですよ。このやり方。興行として成立、つまり、過度にアーティスティックになりすぎる危険がやっぱりあって、ただね、純度が高すぎると、つまり、この芝居の興行という側面からやっぱり離れていくんだよね。芸術作品に近づいていくでしょ。だからそこ。ジョン・ケージ情景になってくるかもしれない。そう、究極になるとね、現代芸術になっていくと、お客さんが入ってわーっという感じじゃなくなっていくんだよね。やっぱ芸術鑑賞会じゃないが。で、そこが難しいところで、まあこれ調べたらすぐわかることなんですけど、本当はね、これセリフ全部ね、喋らせる予定だったらしいです。台本書いた段階では。で、別に沈黙劇にする予定はなかったんだって。ただその能楽堂に見学に行ったら、やべってなっちゃって、能のパワー強すぎってなって、下手なセリフ喋らせて、足元見られたら嫌じゃないが、勝てないなと思ったらしいんですよ。だったらもう喋らせない、つまり能のパワーに任せるということで、その劇場に能楽堂を選び、それでなんか見学行ったら、もう俺のセリフ通用しねえなって思っちゃったらしいんですよ、太田さんは。でそれでもう喋らないってことに決めたというね。だからこれはね、結構大きな特徴で、水の駅とかその後に続く完全沈黙劇は、初めから沈黙を前提に芝居を書いてるから、セリフが封印されたわけではなく、初めから喋らないセリフを書いてるんだよね、作家の意識として。だけどこの小町風伝は喋るセリフを書いてたんですよ、初め。だけどそれを封印したんですよ。なるほどね。本当は喋られるはずだったセリフたちなんですよ。そこもまたコクがあるね。初めから喋らないセリフを書いたんじゃない、喋るセリフを書いた俳優も全部覚えて練習してたんだって、ちゃんとこの膨大なセリフを。でも今日の結果から喋りませんって言われて、その代わり体で全部表現してくださいって言われて、もう絶句。でそれでどうしようって表現して悩んだ結果、まあ、このね主演というかそのローバー役を演じた俳優さんは当時まだ20代だったんだけれども、まあそれでもう悩みに悩んだ結果、その足の指だけで移動するという、超絶技巧を身につけローバーを表現したんですけど、その結果だからオープニングで橋がかりという場所からね、現れてくる、ローバーを、だから現れて、舞台にたどり着くまでに40分かかってしまったと。すごいね。でもそれを良しとした太田翔吾、すごいよね。もうね、大変な度胸ですよ。そうだね。だけどこれは当時のエッセイとか、ネットでこれも見れるんですけど、奥さんの書いたね、当時の、思い出のようなエッセイがあるんですけど、もうね、太田さんね、初演のね、前ね、会場のロビーでね、お客さんを入れる直前にね、震えてたそうです。で、この時ね、経済的な理由もあってね、もう典型劇場でこの劇団をやめようと思ってたらしいです。で、これがこけたらもう終わりだという覚悟でかけたらしいんです、この芝居に。すごいね。そう。でもその時もう妥協したくなかったと。もうどうせ最後の作品になるから、中途半端もせずに、もう爆発してしまおうと。破れかぶれでやりたいこと全部やって。どうぞ酷評してくれって気持ちで作ったら大ウケ。これがもう爆発的大ヒット。もう口コミはすごいわ、電話は鳴りやまないわで、もう追加公演でもう客がもうチケットを求めてね、もう夜中から並ぶ。やったーやったー。ほんとこれね、ほんと偶然でしかないです、そういうのって。俺はこれで散るというつもりで作ったら受けたと、岸田技表彰受賞と。素晴らしい話だね。いいね、すごいね、夢があるね。夢がある。ドリームだね。泣ける。泣けるね。っていう感じなんですね。だからね、でね、俺的解釈を1個だけ入れさせてもらうと、まあこれはね、多分違います。違うけど、私のあえての、間違った誤解の解釈を入れさせてもらうとね、まあローバーね、いるでしょ。ローバーね、俺はね、処女だったんじゃないかなと思いました。まあでも多分ね、この過去の話で離婚して息子をね連れて逃げたとかっていうのは、まあ多分本当なんじゃないかなと思うんですよ、書きぶりからすると。だけどまあそれを一つ妄想、俺も妄想と捉えて、つまりつまらねえ恋人だったなっていう話なんですよ。こう若い時はイケてる男だと思ったけど、実際生活してみたらしょうもない男で、なんか戦地からね、死んだっていう手紙が来たから、わあ死んじゃったんだわーって思って、でもそしたらなんか生きてひょっこり帰ってきたから、生きてるってなってプロポーズ受けちゃったらしいんですよ、ドラマチック展開で。なんだけどまあ実際付き合ってみたら大した男じゃねえわって後悔してる、結婚にねっていう話なんだけど、まあそれも妄想だというふうに一つ解釈してしまうとね、まあその16になれなかった、つまり本当の女にはなれなかったと、まあセックスをね、味わわなかったというふうに解釈すると泣けるね。そうだね。だってこれね、少尉はさ、そのセリフがないから頭の中でやって、隣の男の子と変わりないから、そういうふうな見方もできる。ひょっとしたら少尉も妄想かもしれんよね、喋らないから。そうだね。なんか知り合って知ってる本当の人物であるかもしれないけど、子供とかそういうイチャイチャしてたりとかってしたことは、もしかしたらただ妄想かもしれないね。だからその墓場でね、その墓石に自分の体を移して、私って綺麗って言っててるまま、その自分の体、言ってみればその体の使い方が、その方法がわからないまま年老いたんじゃないかなという、ちょっと悲しい妄想じゃないが、っていう要素もまああるのかなと、まあっていう、まあ誤解かもしれないけどね、この解釈が間違ってるかもしれないけど、って思う側面も私はありましたね。そうでもっと最後ね、がんになって空中に浮いていく、自由になって浮いていくっていうのはちょっと悲しいイメージだなという感じで、つまり肉体というものがついに自由になれたというイメージはあるわけ。つまり若さゆえに、美しいがゆえに自分の肉体というものの使い道を持て余し、やがてその大事な宝物の自分の美しい肉体を失って、で、老いた体というもので長い間時間を生きなければいけなかったという時間を過ごして、ついにその肉体から離れて、自由になれたというふうに読めるかなと。そうすると、蛾になれたというのは切ない話だなって思うんですよね。と同時に多分なんだけど、この老婆が多分一人でひっそりと亡くなった部屋で、多分蛾がじじじじじじじってこう飛んでたんだろうなっていう感じなんだね。風景の描写として。その蛾が、この亡くなったおばあさんの死んだ後の姿なんだという多分見立てだと思う。余計に切ない。切ないね。多分ね、死んだ一人きりで死んだおばあさんの部屋の中に蛾がただ待ってたんだろうなという風景が見えてくる。という。すごいね。私は最高っていうね。老婆は大体いくつぐらいの人が演じるの？まあこれでもね、これ本当にその韓国とかで、やった時は本当におばあさんが演じたりしていましたね。まあいろんなバリエーションがあるみたいです。それはまあ劇団の俳優のね、問題かなという気もします。おばあさんを演じる俳優がいるのかどうなのかっていうようなことはあるのかなと思いますね。面白い。というのが感想でした。選評いきます？選評ね。軽く選評いきましょうか。